まあね、地震があったんだよ、しーちゃん知ってた？知らなかった。しーちゃんがトイレ入ってる時に揺れた。うん、気づかなかった。レミちゃんはね、お風呂に入ります。昨日の夜入るので寝ちゃったので入ります。っていうか結局下で寝てるし。うん、あ、確かに。あれ白子に会えない悲しみでね。白子に会えない悲しみでまた下来ちゃったの。うん、はい。かわいい。キラン。キラン。かわいい。キラン。いい匂いでワンってきたね。ね。はぁー。キラン。キラン。キラン、キラン。かわいい。はい、リミちゃんがね、はい、出てきました。はい、ということで朝ごはん食べたいと思います。はい、はい、今日はね、見えるかな、白飛びしちゃった。普通にね、コストコのクロワッサンだよね。はい、クロワッサン、ね、目玉焼き、はい、目玉焼き、あ、そうそう、ベーコンエッグ。しほちゃんがね、はい、今日は目玉焼きをお手伝いしてくれました。はい、最近ねお手伝いしてくれるのね。最近楽しい料理。見るの覚えてた。覚えてた。はい、はい、ということでいただきます。いただきます。このね、うん、黄身のところがね、こうトロトロしてね、うん、こうやると出るのが好きなの。あ、いい感じじゃん。出る出る。いい感じに出来上がりましたね。あ、いいね、いいね、うん、いい感じ。どうかな、これが好きなの、このトロトロ感が。おー、いい感じ。いい感じだね。いい感じだね。リミはソース派なの？最近ソースで食べるの？うん、私塩コショウ派なんだ。へぇ、誰も知りたくない情報だった。はい、じゃあね、食べましょう。あ、パパ健康生活です。はい、これ全部食べたら多い気がするけど、そうでもない。ペロリ、うん、ペロリ。そう。はい、じゃあ食べましょう。顔洗います。はい、それいいんですか、その泡は。うん、めっちゃいいの。めっちゃいいの。リミ、ウォンしなくちゃ。あ、ウォン先する。ウォンとはドライヤーのことです。リミ、ドライヤーしたら先に。なんか鉢巻きみたいになってるけど。前髪をどうするかなんだよね。ん？前髪。キラン、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 キラン。ここも撮るんですか。わーい。どうしよう。選びます。今日なんか寒いってさっき
言ってたね。そうだね。でも暑いような気もしないでもないし。どうしますか？半袖？半袖です。シンプルな。良くない？ほら。あ、これコンバースね。コンバースに、うん、これ、うん、デニムの短パン。はい。学校って感じですね。学校って感じだよね。うん、はい、これ着ていきます。はい。はきっとき。で、なんかここにもなる。あ、布団が暑かったからシーホちゃんがこの置いたのかな。あ、布団置いたここに。暑かったから。暑かった。めっちゃ暑い。シーホちゃんはそれでオッケー。オッケーです。はい。はい。うん、はい、時間がない朝です。どうですか？ここでランドセルを背負いながらバタバタですね、今日はちょっと。はい。ランドセル背負いながらスキンケアしてあれしてる。まあ、この辺マスクしてるように見えないんですけど。うん。はい、OK です。今日持ってくものがいっぱい？いっぱい。これ？お知らせもない？あ、これ作ったやつね。持ってかんの、今日提出日です。生活感。キラーン。生活感？何生活感？あ、これで前髪。シロンがなんか心配そうに乗せてる。365おじいちゃんの前髪が絶対ストレートなの気がする。なんで？あ、ちょっとうねってる。うねってない。水で濡らしてね、うん、こうやったんだけどさこれでも曲がってない。まあでも学校だからね、今日はね。一回学校だし、こっちだ、こっち。本当はめっちゃ余裕があると思ってさ、うん、アニメ1本見れるなとか思ってた。そんな余裕があるわけないじゃん。リミがさ、30分お風呂入ってた。そうそう、リミが朝風呂入ったからね。36度5分。はーい。朝になって必死に用意をする子ちょっとできた。大丈夫？多分何塗ってるんですか？日焼け止めです、これ。おお、ハトムギ。これなんか全身にいいってやつ？そう、日焼け止めを。そう、顔もいいんですよ、これ、うん、よく塗ってるの？そうです、よく言ってます、最近、うん、日焼け止めって冬塗ってもいいって言うしね。うん、塗ってそうはないと思うんですけどね。おかげな。くちゅちた大地くかわいいやん。ウィー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 。あ、来たいい、かわいい。このくわえてる顔が好きなんですよ。私も大地かわいいよね、うん、ほらね。はいはい、ということで行ってきたいと。行ってきます。はいはい、行きます。バイバイ。頑張ってね。頑張るね。これは人魚さんです。頑張って。バイバイ。気をつけてね。バイ。キロキロキロ、寂しいな。寂しいな。クロンも寂しいね。寂しいね。